皆さんおはようございます。8月の30日、8月最後の日曜日を迎えました。今日も共に主の前に祈りを捧げて新しい週間の歩みを始めてまいりましょう。主よ、私たちの口を開いてください。栄光は父と子と聖霊に、主を褒めたたえましょう。夜は去り、新たな日を迎えました。心と思いを一つにして、共に祈りましょう。私たちは、この新しい一日を、あなたの賜物として喜び過ごします。神よ、どうか私たちと共にいてください。あなたの光によって私たちの心をあなたへの愛で燃え立たせてください。アーメン。今朝の詩編は詩第26編です。主よ、私を救ってください。私は誠実に生き、あなたに信頼して揺らぐことがない。慈しみは私の目の前にあり、私はあなたに忠実に歩む。悪を行う者の集いを退け、悪人と席を共にしない。私は賛美の歌を捧げ、あなたの不思議な御業を皆述べ伝える。罪人と共に私を滅ぼさず、血に飢えた者と共に命を取り去らないでください。誠実に生きる私を顧み、私を救い、慈しみを示してください。栄光は父と子と聖霊に、はじめのように今も世々に限りなく。アーメン。イザヤ第一の歌。見よ、神は私たちの救い。私たちは信頼して恐れることはない。あなた方は喜びを持って、救いの井戸から水を汲む。その御業を多くの民に伝え、皆のあがむべきことを語り継げよ。シオンに住む者よ、声を上げて喜び歌え。イスラエルの聖者はあなた方のうちで大いなるものであると。栄光は父と子と聖霊に、はじめのように今も、世々に限りなく。アーメン。今日の聖書は、マタイによる福音書、第16章、21節から28節です。この時から、イエスは、ご自分が必ずエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっている、
と弟子たちに打ち明け始められた。するとペトロはイエスを脇へお連れして諌め始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエスは振り向いてペテロに言われた。サタン、引き下がれ。あなたは私の邪魔をする者。神のことを思わず、人間のことを思っている。それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って、私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者は、それを失うが、私のために命を失う者は、それを得る。人は、たとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら、何の得があろうか。自分の命を買い戻すのに、どんな代価を支払い得ようか。人の子は、父の栄光に輝いて、天使たちと共に来るが、その時、それぞれの行いに応じて報いるのである。はっきり言っておく。ここに一緒にいる人々の中には、人の子がその国と共に来るのを見るまでは、決して死なない者がいる。先週の日曜日、私たちは、マタイによる福音書第16章の13節から20節までを読みました。そこでイエス様は、あなた方は私を何者だと言うのかという問いに、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えたシモン・ペトロを祝福されました。そして、この岩の上に、私の教会を建てる、そう宣言されました。イエス様のこの言葉に、ペトロはさぞ喜んだことでしょう。お調子者のペトロの誇らしげな顔が目に浮かぶようなシーンです。しかし、シモン・ペトロの告白の上に、黄泉の力も打ち破ることのできない教会を建てると宣言された。その直後に、ペトロも、そして他の弟子たちも全く想像していなかったような言葉が、イエス様の口から語られました。自分はエルサレムに行って、そこで長老、祭司長、律法学者たちに晒し者にされ、多くの苦しみを受けて殺され、三日目に復活するというのです。あなたはメシア、生ける神の子ですというペトロの告白を認めておきながら、自分は苦しめられ、殺されると語るのは、実は自分はメシアではないというのに、等しいことです。ですからペトロが、主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。そういうのは、全く当たり前の反応です。弟子たちがイエス様の話を理解できないのは当然のことなんですが、なぜ弟子たちがイエス様の話を理解できないのかを私たちが理解するためには、このイエス様の時代にメシアを待ち望むというのは一体どんなことであったのかということを学ぶ必要があります。ペトロも、そして他の弟子たちも、イエス様がメシアであるということは信じていました。しかし、そのイスラエルの人々のメシア待望は常に終末論と結びついていました。
とてもまあ大雑把な言い方にはなりますが、終末論というのは、悪の力と結託した異教徒の国々が滅ぼされて、イスラエルが解放され、神の栄光を表す輝かしい王国として、イスラエルが復興される、そういう思想です。ですから、メシアを待ち望む者たちは、同時に戦争を待ち望んでいました。例えば、イエス様の時代に、エルサレムから東に約20キロ離れた死海沿岸に、新約聖書には全く登場しないユダヤ教の一派の共同体が存在しました。クムラン教団と名付けられたこのユダヤ人共同体は、エルサレム神殿を中心とするイスラエルは堕落して汚れており、すでに神に見捨てられているのだ、そう信じていました。紀元前2世紀の半ば、彼らはエルサレム神殿を中心とするユダヤ人から離れて、死海沿岸に退き、新しい共同体を創設します。自分たちこそ新しい契約の民、まことのイスラエルであると自認するこの共同体は、紀元後の86年頃、第一次ユダヤ戦争の頃ですが、その頃まで存在してメシアの到来を待ち望んでいました。クムラン教団の人々は二人のメシアが到来して、そして29年にわたって続く戦争が起こり、そしてこの戦争によってローマ人と彼らに組する、異教徒たちが皆滅ぼされ、イスラエルの栄光が回復する、そう信じていました。ここからわかることは、メシアというのは有能な軍事指導者として異教徒に対する戦いを指揮し、勝利を収めるからこそメシアなのだということです。ですから、敵の手に捕らえられて、恥ずかしめられ、拷問を受け、そして苦しみながら死んでいく、そのような人をメシアと呼ぶことは、まあ言ってみれば、料理のできない一流のシェフとか、数学のできない物理学者とか、あるいは患者を見ると重病になる凄腕の医者と言っているようなと、まああまり変わらないということです。ですから、あえて過激な言い方をすれば、今日の福音書のエピソードの中で、おかしいことを言っているのは、イエス様の方であって、実は弟子たちではありません。あなた方は私を何者だというのか、というこの問い、そして、自分の命を救いたいと思う者は、それを失うが、私のために命を失う者は、それを得る。このご自分に対する絶対的服従、その服従の要求、どちらもイエス・キリストの復活がなければ、全く無意味なものです。そしてここに、先週から今週にかけて読まれた物語のからくりがあります。あえて言えば、ここでイエス様が語られていることは、イエス様ご自身も理解をできない、あるいはイエス様ご自身の理解をも超えていました。基本的に、旧約聖書の中で神が約束する祝福は、土地であり、富の蓄積であり、戦争の勝利であり、そして長生きして孫に囲まれて死ぬことです。旧約聖書の大部分で示されている世界観は、死んでしまえば
善人も悪人も、清いものも、汚れたものも、それどころか、人間も獣も、同じ運命に定められているというものです。だからこそ、旧約聖書の大部分において、神の祝福と呪いは、この世の事柄に直接結びついているのです。そしてイエス様自身も、弟子たちが自分の弟子としてご自分に従えば、この世において神が報いを与えられると思っておられました。マルコの福音書の10章の29節と30節でイエス様はこう言っています。私のため、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも、今この世で迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍受け、後の世では永遠の命を受ける。つまりイエス様は、イエス様に従った弟子たちには、この世で捨てたものが、神の国が来たとき、この世で彼らに報いとして与えられる。そう言っておられるんです。しかし、神がイエス・キリストを死から蘇らせたとき、神が人類に与えようとしておられる祝福は、この世界に根を下ろしつつも、この世界を超えるものであるということが同時に示されました。あなた方は私を何者だというのか。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。これらの言葉にはキリスト教信仰のすべてが凝縮されています。より正確には、ナザレのイエスを死から蘇らせられたその神が、私たちの前に置かれた究極の問いかけとチャレンジがここにあります。私たちは核兵器によって最新の兵器を揃えた軍隊によって国を守り、マイホームを手に入れ、富を蓄え、最先端の科学技術によって便利さを追求し、最先端医療によって健康を維持し、そして財テクによって老後の安心を確保するようにと叫ぶ世界に生きています。そのような世界に生きる私たちに対して、イエス・キリストを死から蘇らせた神が問いかけます。あなたは、この世界の論理と法則を超えて、神が働くということを信じますか？あなたは、この世界の失敗を、人類の失敗を、神が回復してくださる、あるいは修復してくださると信じますか？あなたは、この肉体の死を超えて、復活の命があると信じますか？この問いを前にしながら、私たちがまた信仰を問い直したい、そう思います。使徒信教をもって私たちの信仰を共に告白しましょう。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。またその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。
主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから主は生きている人と死んだ人とを裁くために来られます。また聖霊を信じます。聖なる公会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、憐れみをお与えください。主よ、憐れみをお与えください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。主よ、主の慈しみを示し、主の使い人に義をまとわせ、主の民を救い、主の平和を今の世に与え、主の道をあまねくうちに知らせ、主よ、私たちのうちに清い心を作り、主は皆さんと共に祈りましょう。慈しみ深い神よ、あなたは御恵みを常に私たちに先立たせ、また伴わせてくださいます。どうかこの恵みによって、絶えずすべての良い技を行うことができますように、主イエスキリストによってお願いいたします。アーメン。恵みのため、天の父、永遠にいます全能の神よ、今朝まで私たちを無事に過ごさせてくださったように、今日一日も御手のうちにお守りください。罪に陥らず、危険にも遭わず、絶えず主の導きにより、御心にかなう行いができますように。主イエスキリストによってお願いいたします。アーメン。導きのため、永遠の父なる神よ、あなたは私たちを御力によって作り、御恵みによって救ってくださいました。どうか聖霊によって私たちを強め、導いてください。私たちが自らを捧げて主に仕え、共に主の愛のうちにこの日を過ごすことができますように。御子イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。ここで短い沈黙を持ちます。それぞれの心にある思いを主の御前にお捧げください。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが私たちと共にありますように。アーメン。8月の
終わりになりましたけれども、まだまだ連日暑い日々が続いています。どうぞ皆さん、熱中症に気をつけながら、よく水分を取るようにしながら、今週も元気にお過ごしください。また9月の最初の日曜日にお会いいたしましょう。